可愛いね。ケイト、あまりおしゃべりが過ぎるとそのよく回る口ごと首をはねてしまうよ。いやいや勘弁してよ。こいつ入学式で俺様に変な首輪つけたやつだぞ。君たちは昨日退学騒ぎになった新入生か。人のユニーク魔法を変な首輪呼ばわりするのはやめてくれないかな。まったく学園長も甘い。規律違反を許していてはいずれ全体が緩んで崩れる。ルールに逆らった奴はみんな人思いに首をはねてしまえばいいのに。顔に似合わず言うこと怖っ。学園長は君たちを許したようだけど、次に規律違反をしたらこの僕が許さない。ところで寮長、この首輪って外してもらえたりしませんかね。反省しているようなら外してあげようかと思っていたけど、先ほどの発言からして君に反省の色があるようには見えないな。しばらくそれをつけて過ごすといい。心配しなくても一年生の序盤は魔法の実践より基礎を学ぶ座学が中心だ。魔法が使えなければ昨日のような騒ぎも起こさなくてちょうどいいだろ。さあ昼食を食べたらダラダラ喋っていないで早く次の授業の支度を。ハートの女王の法律第271条、昼食後は15分以内に席を立たねばならない。ルール違反はお分かりだね。はぁ、あ、また変なルール。返事は、はい、寮長。はい、寮長。よろしい。まあまあ、俺がちゃんと見張っておきますから。君は副寮長なんだから、ヘラヘラしてないで、しっかりしてよね。僕はハートの女王の法律第339条、食後の紅茶は必ず角砂糖を2つ入れたレモンティーでなければならない。を守るために購買に角砂糖を買いに行かなきゃならないから、これで失礼。まったくシュガーポットに角砂糖を切らすなんて重罪だよ。超感じが悪いんだぞ、あいつ。こら、失礼だぞ。寮長、言ったか。俺、ハートの女王の法律第186条。火曜日にハンバーグを食べるべからず。に違反してハンバーグ食べてたから、見つかったらどうしようかと思った。はぁ、あ、食うものくらい自由にさせてほしいよな。寮長は入学して1週間と経たずに寮長の座に着いた。少し言葉がきつくなりがちだけど、寮を良くしようと思ってのことで根は悪いやつじゃないんだ。根がいいやつはいきなり他人に首輪つけたりしないんだぞ。君のユニーク魔法のこと？ユニークということは寮長独自の魔法ということですか？厳密に世界で一人かはさておき、一般的にその人しか使えない個性的な魔法のことをユニーク魔法と呼ぶ。そのうち授業でちゃんと習うと思うぞ。リドル君のユニーク魔法は他人の魔法を一定時間封じることができる魔法、その名も
オフウィズユアヘッド。名前がもう怖えのだ。魔法師にとっては魔法を封じられるのって首を失うのと同じくらい痛いからね。ってわけで寮内ではリドル君のルールには逆らわない方がいいよ。逆にルールにさえ従っていればリドル寮長も怖くないってことだ。そういや俺タルト買って帰らないとまたケイト先輩に追い出されるわけ。そうだね、ハートの女王の法律第53条でそう決まってるからさ。あとリドル君は特にホールケーキの最初のワンピースを食べるのを楽しみにしてるから、きっとホールじゃないと許してくれないよ。仲良くしようとか言っといてそこは見逃してくんねえのかよ。それはそれ、これはこれ。しかしタルトをホールでってだいぶ高くないか。げえ、俺そんな金持ってないんですけど。じゃあ作っちゃえば。あのタルトも全部トレイ君が作ったやつだし。あのタルト、トレイ先輩が作ったの？すげえ、売り物みたいでしたよ。ありがとうな。確かに器具や調味料なんかは一通り揃えてあるが、ただで提供するわけにはいかないな。金取るのかよ。後輩から金を巻き上げるわけないだろ。次にリドルが食べたがってたタルトを作るのに栗がたくさんいるんだ。集めてきてくれないか。どっちにせよ面倒。でどれくらい栗が必要なんすか。なんでもない日のパーティーで出すとすると2、300個くらいかな。そんなに。栗に熱を通して皮を剥いて裏ごしするところまで手伝ってもらおうか。俺様帰っていいか。僕も。白状者。まあまあ、みんなで作ってみんなで食べたら絶対美味しいって、思い出作りってやつ。お料理ブロガーデビューもできちゃうかもよ。寮長には内緒だけど、マロンタルトは作りたてが一番うまいんだ。出来たてを食べられるのは作ったやつだけだぞ。おうおう、お前ら気合い入れろ。栗を拾って拾って拾いまくるんだぞ。栗の木は学園内の植物園の裏の森にたくさんあったはずだ。よし、じゃあ放課後植物園の前に集合で。ゴーゴー栗拾い。なんだぞ。